チャオ、あっちゃんです。今日、2月の20日、今ね、13時過ぎたところです、はい、お買い物行きます。いやねんけどね、まだお昼食べてないね。寮がなんか中学校の同級生、今日なんかみんな休みなのかしら、他の学校行ってる子とかも休みやし、会おうかみたいな話、昨日なんか来たんや、ね、中学校の同級生が。で、なんか話したみたいで、話してたみたいで、で今日会おうかみたいになってて、夜一緒にご飯食べようかで、出て行ったん。テスト、明日からテストやろって言ったら、うんって言って、おいおいみたいな、他の子も、他の子らも明日からテストらしい、おいおいみたいな。それも楽しみでしょう。どこ行くのって言ったら、近くって言ったら、多分道の駅かどっか食べになっちゃうかな。まあ、オーダーもね、古民家カフェとかいろいろできたから、食べるとこできてきたからね。って言うとってもね、結構ね、コンビニで買って食べるのが多いんかもわからへん。この前もなんか、ゲーセン行くねって言って、で、ゲーセンの近くのレストランでね、いつも行くとこレストラン。で、いつも、あっちゃん連れて行くやんかと、友達とかみんなで言ったら、町飯屋で食べよう言ってみんなで食べんねんけど、みんな自分らで小遣いで出たら、ゲーム1回でもできた方がええからって言って、コンビニで安いもん買って食べんねんって言って、でこの前コンビニ道渡ろう思ったら、信号無視してきた車に引かれそうになって、全員引かれそうになってちょっと笑ってたけど、そこは危ない、信号平気で無視しようとか言うて、そうだけど笑いながら、わざわざの2巻の近くで食べたいやん。あ、でもゲームしたいし、ね、それもご飯代ぐらいあげるやんかって言って。でも友達もいや、それも削りたいから、ね、高校生だってみんな可愛い子ばっかりやなって言うから、中学校のね時はよう連れて行ったっけだね、中学校の友達連中。でも高校になったらみんな、みんな自分らで行くみたいなの行けるからね。学生時代楽しみっちゃ楽しみだけどね。あんちゃんもよ、中学校高校になったらよ行ってたわ。あんちゃんは大阪住みてた、南波行こう、南行こう言うて南は住みてたんやけど、奈良はね逆に遠いやん、遠いし電車代もね、か大阪の方が安いんちゃうかな。奈良まで600円ぐらい、大阪まで500円かからへんなんてことかな、あの当時でね。確か奈良より安いよ。乗り換えもいらへんし、一回で行けるし、ビリビリいらっしゃる、ビリビリ。
蒸し鍋しようかな。水を入れずに蒸した鍋にしてしまう。最後雑炊できんしね。
気になるメールがあった。カツレツ風カツレツミラノ風カツレツもリベンジしたいな。とにかくロープ買って帰るかな。うまいこと成功したら美味しいんやね。パン粉の中にたまらない。なんであんなバカなことしてやるの。めっちゃ笑った。やってて自分でなんか笑ってしまったわ。
桜も美味しいとこなんかのかな。あんまりね、節約をしないとね、こういう時はね。こういう時って別にどういう時に節約するせえへんねんみたいなことでもいいけど、ちょっと今月じゃない、月末は節約をしないと。給食食べられねん、まあまあ高いけど。懐かしいな、言いたいな思うんだけどさ、なんかちゃう、あの一人二人じゃなく何人か、結構大人数で行ってみんなで机くっつけてわーわー言いながら食べたいなと思うんだけどね。オフ会したもええな思うんだけど、みんなにね奈良のクソいなんか来てってよう言わんねん、電車ね。そこまであっちゃん迎えに行くけどさ、でもって言ってもこの車後ろ椅子出して7人乗りか、いいな。7人ちょっとしない、6人ぐらい乗って6人ぐらいで行ってもいいやけど、もうやねんけど、もうやねんけど、昼間にこのクソ奈良の中で来て言うて、んであんまり喋られへん、早う迎えてもらわんとさ、早う帰ってもらわんと言い方あるけど、あのええ加減な時間に切り上げやんとみんな帰ってもらうの遅なんねん、ほんま田舎やねん。旧校舎みたいな建て方にして、学校のあの廃校みたいになった椅子かなんか利用して、そういうレストランを街中に作ってほしいよね、ショッピングモールの中とか。ほんでいつも給食メニュー食べられる、で給食メニューも別にもう毎日いろんな、今日はこれ今日はこれって決めても選ばれへんでもいいと思うね。まあでワンメニューやったらちょっとあれやけども、ほんまツーメニュースリーメニューにするか、そうか、ある意味そういうなんていうのかな、給食メニューのバイキング制みたいな。そんなビジネス言えるんちゃうかな、面白いんちゃうかなってあっちゃん思うけどな。そこ空いてる、めっちゃ近くが空いてるわ。あっちゃんのために開けてくれたって日頃の置かないからいいからです。やかましいって、勝手なばっかり言うなって、あっちゃん勝手なばっかり言う人です、それでいいんです。ではちょっとだけ買ってきます。